なんとな。あの子を差し出すことでしか、この地を守る術はない。不甲斐なき我らを死に際まで呪え、辰巳。なれど、達する。地球を、この星を中心として空を見上げたとき、カリンとは一体どのような動きをしておるか、知っておるか。そちが知りたがっていることの答えよ。しかり、では、その後を追いかけておる者を知っておるか。今、あれはあれで追われ続けておる。ハリーは常に逃れ続けてきた。どれほど振り払おうと望んでも、必要に追跡するそれに追いつかれまいとして、いえ、あのような動きをしておるの。狼が追いついてしまう。しっかり。逆しまに折り重なりしようなれば、そういうこともあるのだろうさ。そう、この世は辻褄の合わぬことだらけ。ああ。吹雪は愛す。なればこそ、追いつかれおったか。大方その巨大な口にカリンがすっぽりと収まってしまったのだろうね。そちは見上げた空に日があるのがどれだけ幸せか、一度でも考えたことはあるか。Thank you.
それが明日にも失われてしまうとしたら、当たり前のものが当たり前でなくなるとしたら、そちはどうする？召しいた世界でただ死を待つばかりの山うどと、食物の連鎖は断ち切られ、地表は温められず、氷河の世となりて、すべての生は無に帰す。我らは炎。炎こそに、ただ特化した一族であるからこそ、それを知り得た。いずこの世界が絡んでおるか、現象としての結果を紐解くことに意味はない。この世は常にそうあった。異なる世界が折り重なっておればこそ、辻褄は合わなくて当然。それでもこの世界は均衡を保ち、今確かにここにある。我らが知り得る真実は、それが避けられぬ事実であるということ。ならばこそ、ならばこそのアマリオよ。一族が始祖は常に言葉と共にあった。言葉の炎こそが呪詛に耐えし、始祖にもたらされたもの。アマリオこそは始祖が縛りし、最古にして最大のこと。光を孤狼の餌と朽ち果てる花輪になり変わり、この世を照らす光を集積せよ。光という概念、日中にあっては花輪と同意。ならばこそ夜の星、それはただ光り輝くだけであってはならない。であれ、それは日中にあっても花輪に打ち消されながら瞬いて、照らす光という概念、人の作りし脆弱な灯火など話にならない。故にこそアマリオは夜空の光を蓄積する。他の方眼の供養をなすべく渡り歩いた始祖がたどり着きし、この地より始まった。鎌倉の世より続きし、我らの一族、それと知ってから悩み悩み悩み狂い、幾千もの手段を講じて出した結論はこれしかなかった。100年、200年、いかほどにため込んだか。300年、400年、まだか。500年、600年、これではいずれ尽き果てる。700年、800年、言葉で縛りし者なれば、終わりのその時までため込まねばならぬ。900年、1000年、最後のアマリオが寸前まで、ならばこそとはと信ずることかよ。強すぎる言葉がこの地を縛りつけと、我らが負った誓い破らぬの限り、有識の結界は破れぬ。
我らは雲犬はこの地の守護者である。何人にも譲れぬ、何人にも媚びぬ、何人にも臆さぬ。我らは命をかけこの地を守る。その結果、そのついでに世界が守られようと、それは我らも預かり知らぬこと。我らはいかようにあっても雲犬なのだ。雲犬を歌った。あれこそ儀式の手順である。そしてあれこそがアマリオの創生葬儀。なぜなら町の者たちにテレユキと呼ばれておる。それがアマリオの骨なのだ。光明の里とはすなわち墓場よ。ミトラとは墓場の森にほかない。措置の思い違い一つだけ埋め合わせて、これが最後のアマリオ。あの子こそが光を受け継ぎ世を照らす第二の太陽。我が一族が面々と繰り返してきたこの儀式はこたびで幕を迎える。生きる権利をかけこの所業、二つ掛け合わせればどうなろうか。それはあの子が証明してくれる。最後のアマリオは不滅の時を刻み錦の花凛となると、蓄えに気の遠くなるような年月を必要とした。これまでのアマリオに用いることはできない。最後なればこそ、世界が終わってしまうとしたらどうする。
ならばこの町の住人は見殺しか。大した傲慢よな。そちの願いはこの町、ひいては世界を破滅させるものよ。世が終わってしまえば、二味と同ということもなかろうて。口にするものではない。それは言葉の形を取ったその瞬間から移ろい始めるものである。忌々しき王好きの思想を撃退せし時、里の者たちの期待に我らが祖先は誓った。この地を守ることこそが役目である。いかなる時代、いかなる事象が起ころうとも揺るぎなき基盤。我らはそれを受け継いだ。これからも変わらない。それが我、それが雲祈り。ならば、この祖母の前を押し通れ。あの娘はあの娘で、己が志に準じる覚悟で臨んだのである。なら、責める道理はどこにもない。
我ら蜘蛛犬は常にそう。知らん。なぜわしに問う。わしは今代の当主にすぎ。やっぱりそうか、最後だもんね。一番いい刀を持ってきてると思った。悪いけど借りとくね、菊の丸。あなたより有効に使える人知ってるんだ。そう問われれば、わしにはそちの命を奪う理由がないからとしか返答のしようがない。万人か。ここにおる者は総じてすでに任を解かれておる。にもかかわらず誰一人として去りゆかなんだ。ここに蜘蛛犬にまつわるものとして残ることがどうなるか思わず承知しておろう。その上で
彼らそれぞれがそれぞれなりの志を果たして、わしにはもはや咎める筋も命ずる道理もない。そこに守るものあればこそ使えし刃は外敵に牙を持って、当主しかおらぬ家で当主が守るべきは己の命ということ。それで、それがそちの志ならば、王子、二度食われなお死骸となり果ててまでそこに立つそちを、わしは敬意を持って接する由がある。切っただと、来季、そう、あの刀なのか、確かに。
だが下に恐ろしきは解体よ。神道孤島を問わずして本質そのものを引き出しよ。これはいかん。この世の終わりが訪れる前に良いものが見れた。一つ聞こう。何故ここを訪れた？そちが望む我が孫ならすでに天に。矢探ししたところで、あの子の影すら見つけられんぞ。錦の花輪への変化、始まったか。錦の花輪が世を照らすとき、我ら雲稲は一族総じて皆殺しとなる。我らは自らの志に背を向け、生贄を差し出して遵守する態度とはただの。交換条件に応じた辰巳の瞳ごく取引であった。だが生まれた時からそうであるという理由だけに、一人の娘が人に生まれてきた意味を、これがどこに。
正しさなどあろうか。我らは心を、そして他にすべを知らん。我らの頭上に裁きの雷が下るは必然。この町を無有識結果、あまりそのようにして成り立っておる。誰にもやる。小ざかしき妙術にたける大好きであって、たとえ神であったとして、それを遵守し続けてきたからこそ、誰一人として破れなかった。それで皆が救われるならば、それでいい。坊ちゃん、生きながらえてくれたことに感謝する。生きておった、生き抜いてくれた。本当にありがとう。すまなかった。
我らが背負うし炎よ、我が腹からよ。我らは誓いを破って存分に裁くがよ。決着の続きは向こうでだな。道を外れし我らに極楽への切符は配られない。あとは裁かれる。じゃあねえか。まあ楽しかったぜ。お主がいたから私の人生が充実していたことは否定しない。んじゃな相棒。さらば相棒。辰巳のご子息様。やるじゃん。お嬢の相手がお前でよかったわ。バーバーが決めたことだからさ、俺なりに割り切ってたつもりだったんだけどよ。まあやっぱそれでもなんつうかさ。せねばならぬことがある。おう、まあそう。いや、こいつも一緒に持ってくる。
わしを舐めておる。炎よ、わしは、わしこそが雲犬の当主ぞ。すべてを始めた者に対する仕打ちがこの程度か。笑わせるでな。誰よりも激しくわしを焼け、誰よりも激しく、誰よりも苦しみ抜く殺し方を選べ。全く足りん。熱いものか。この程度でわしを焼き尽くせると思うてか。王女に生かされた我が子より続きし、我が一族が背負いし重責の苦悶。あまりと果てた者たちの王の反問、そして負担、あの子がこれより負う孤独の痛み、今日まで苦しめた分まで、あの子が泣いた数だけ、これより泣く数だけ。人として生まれたくないと泣き叫ぶまで、わしを裁け。この鬼のごとき女は二度と這い上がれぬ奈落の底へと突き落とす。